日本関東地方神奈川県相模原市南区古淵。古淵は神奈川県相模原市南区の町名。現行行政地名は古淵1丁目から古淵6丁目。また元は同市の大技名であった。郵便番号は252-0344。相模原市南区の北端に位置する。北から東にかけて流れる境川に沿った。 都県境を挟んで、東京都町田市の基礎東及び森野に隣接し、南西側は、国道16号を境に、南区の大野台、西大沼、東大沼に、南東側は、道区の宇野森に、北西側は、中央区の東淵の部に接する。区域内を、神奈川王館及び JR 東日本横浜線が、貫通し、横浜線上に古ぶ地駅が設けられている。 境川沿いに段球崖が伸び、その間にわずかに幅の狭い低地がある。遠く行きの大部分にあたる段球崖南西側は、ほとんど平坦な相模原大地の一部となる。古くからの集落は、段球崖付近に分布し、また神奈川大冠沿いに、路村形態の集落が形成されていた。境川沿いの低地に水田が開かれることもあったが、ごく狭く、 大地上の大部分は畑として利用された。1988年に古淵駅が開業するまでは、最寄りの各駅のいずれからも離れた位置にあったため、市街化の波及は遅れたが、古淵駅の開業に合わせて、同駅周辺で区画整理事業が行われ、事業の対象外の区域も含めて、同駅開業後、急速に宅地化が進んだ。国道16号沿いでも、 ちょうど、相模大野駅の駅税券と、淵の米北の横浜尖閣駅の駅税券の中間にあることから開発は緩満であったが、古淵駅周辺の区画整理事業に合わせて1993年、国道16号沿いに大型ショッピングセンターが開設されることになり、昭和シェル石油グラウンド跡地にはジャスコが、隣の王子製紙相模原グラウンド跡地には、 伊東洋華堂が出店した。これを契機に国道沿いにはトイザラスなどのロードサイド店舗の出店が相次ぎ、また古淵駅との間にも多くの店舗が集積して、周辺の相模原市内に加えて境川を挟んだ町田市中部も、証券とする地域の商業地として急速に発展している。市街地から離れていたことから、 宇の森との境界に接する新淵に1944年、当時の相模原町により町営仮装場が設けられた。市政施行後も、市営仮装場として営業が続けられたが、1960年代に入り、人口の急増による利用の増加と、勘弁すぎる施設の老朽化から、新たな仮葬場の建設が必要となった。市内何か所かの候補地のうち、 将来的にも住宅地が進出する可能性が低く隔絶された地域として古淵の従来地が選ばれ現在の相模原市営斎場が建設されたさらに生活形態の変化とともに発展した民間の総裁業者による斎場が周辺に立地するようになった住宅地の地下は2017年の工事地下によれば 古ぶち5から1から12の地点で19万3000円、平方メートルとなっている。元は、相模国皇座軍、淵延村の一部。1889年の町村政志向のための、明治の大合併で淵延村が、宇野森村ほか三村と合併して、皇座郡大野村となると、大野村の大技、淵延の一部となった。 神奈川王冠に沿って並ぶ旧村のちょうど真ん中に位置することから、下長久保に村役場が置かれ、村の行政中心となった。現在この区域に王のを称する施設が多いのはこのことによる。しかし近隣に鉄道の駅が設けられなかったことから、それ以上の発展は見られなかった。 1941年に大野村が、上溝町、座間町ほか村と合併して、高座郡相模原町となると、大野村役場は、同町の大野出張所となり、後大の支所、大野中支所などを経て、2010年の相模原市の、政令指定都市以降により、同市の南区役所代の中町づくりセンターとなった。相模原町の発足に合わせて、王技、 淵ちのべの南部が分離して、大技大沼が新設された。遠く域では、神奈川大冠以南の部分が、大技大沼の一部となった。さらに1952年には、神奈川大冠以北の部分も大技淵ちのべから、分離して大技古淵が新設された。前述の通り、近隣の各駅から離れていたために市街化の波及は、遅れたが、1960年代後半には、 現在の4丁目、5丁目の区域で宅地化が進行した。1991年、大技古淵と大技青沼の国道16号以北の大部分で、住居表示が実施され、古淵1丁目、古淵5丁目が編成されて大技、古淵が消滅した。さらに1997年には、 大技大沼として残存していた区域にも、住居表示が実施されて古淵6丁目となり、大技大沼も消滅した。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる4相模原ショッピングセンター、伊東洋華堂小淵店。ありがとうございます。